学校法人生学院生学院大学生学院大学は埼玉県上吉戸崎一の一に本部を置く日本の私立大学である1988年に設置された大学の略称は盛大北緯35度56分16.6秒統計139度35分46.3秒 北緯35.937944度統計139.596194度35.937944139.596194学校法人声学院本部は東京都北区中里に所在理事長学長は清水正幸創設者の一人 HH 外線教師アメリカのプロテスタントキリスト教リサイプルス派の流れを組む ミッションスクール。1898年にアメリカからハーベー・英イチイが来日し、石川角次郎、宮崎八尾吉らの協力を得て、東京、駒込に生学院の前身である生学院人学校を設立。もともとは、進学教育、伝道使用生のための学校だった。現在は幼稚園から大学院までの一貫、教育体制を完成。 産学部5学科三大学院研究科を要し総合研究所、出版会などが付置されている。アメリカ、韓国、イギリス、オーストラリアなどの5つの大学と姉妹校を提携を結んでいる。その他にも単位認定制度のある大学、研究機関が海外にあり、学生の交換留学や短期海外研修などを実施。放送大学学園と、 単位互換協定を結んでおり、放送大学で取得した単位を卒業に要する単位として認定することができる。地域への協力も活発に行っており、前身の短大時代から継続されている公開講座や大学関係の NPO による地域ボランティア活動もある。情報公開や環境保護についての自治体行政への協力として、教職員を各施設に派遣している。 学部に関係なく横断的な講座を持つことができるハーバード大学に習った全学教授という地位がある。校内にはキリスト教会系の聖学院教会がある。2013年、2014年に発売されたサンデー毎日にて、進路指導教諭が進める大学の中で面倒見の良い大学ランキング6位にランクインした。 2015年には日本語学校の教職員が留学生に進めたい進学先、日本語留学アワーズにおいて4年連続受賞に輝いた。学校法人生学院では設置している教育機関をすべて同格に扱っており、大学を頂点とする付属校としていない。ありがとうございます。